上の戦士、自分では戦わない。戦場の戦士、まあ、戦士、うん、戦場の戦士、戦場の戦士だから戦場の戦士、戦車戦場、やべえ、ごめん、ツッコミもない。SKJ ビレッジ、はい、ご視聴ありがとうございます。SKJ ビレッジの先生と、最後と、順番です。本日のスナブラ企画は、最強コンピューターレベル9カズヤに負けたやつ、カズヤ使いになりますキャンペーンということで、キャンペーンです。ついに、CP レベル9のカズヤ最強と、7回。僕たち3人で、順番に CP レベル9のカズヤと戦っていきます。はい。負けたやつは、カズヤ使いになってください。カズヤ使いになるっていうのは、ちなみにどういうこと？何を思って、うん、まあこの動画で財布を出せるようになって、財布をオンラインの敵に一回当てるとかにするか。ということで、最初は誰か、もう負けたやつから順番でやりますから、順番決め対決は格ゲーキャラ、最初一戦だけ。順番決めね。やっぱり、ね、格ゲーキャラって俺ら認識しなきゃダメだよ、もうそろそろ。認識？もう3年もスマホやってんだから。認識するか、そろそろ、うん、全然使えねえからな、結局。で、これで負けた人からカズヤチャレンジスタートするので、okay, okay, okay. よろしくお願いします。皆さん、はい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 。俺わかるよ、わかるだけ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 。あ、じゃあからな、こう撮影が死んだ、こう、こう、おぉー、そうだ、すんじゃねえ。グリーン、え、グリーンに死なんの、ちょっと待って、わかった、ナイス。やべ、うまっ。おい、剣それでやられんなよ。ほら、うまくない、俺練習したできた。初めてできたわ、人倒しは初めて。はい、2回目、進化に限っていける。ああ、戦闘力200万のロボットか進化しか倒せない。ごめんなさいけど、進化死ぬよ。ダッコリー、どっちかに強いわ。うまっ、帰れないよね。よし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 、ずっと勝ってもいいんだもんね。そう、別に、え、で落ちキャラで戦って風に負けなきゃいいだけだから、ぶっちゃけ一人も普通にできない可能性もある。あ、使えた。ああ、いい、いや、それ聞いて安心したからいいや。ビュービュー、最強アイデアの初心者がいい。ビュービームだけでよくない？バチコリナイス。ええー、俺ビュー、あ、ビビビュー、絶対壊れない。おぉ、はい、かも、俺の練習の成果、コマンド。ビュー、え、もうそれ、それだけは勝てんじゃん。カズパワーでビュー。え、じゃあカズヤがどう見ても俺的にキャラパワー今最強なんだけど。これ当たったら終わりよ。ちょ、普通に投げたらいいんじゃない？失敗した。バチカリナイツ、やめて、決めたかった。バチカリナイツ、いや、バチカリナイツ、いや、バチカリナイツ、いや、これで、あ、いっぱい練習したやつを使ってバーオ、使ってバーオ、こいつ、むかつく、俺の練習成果を。ということで、じゃあ進化、俺 S の順で、はい、一つ言えるけど、多分 CP レベル9には勝てないわ。カズヤは強いです。CP レベル9って飛び力が当たると思うんだよな。え、進化の本当にこれ、はい、証明です。え、俺最低10連勝はしようとは思ってきてるんですよ。酸素ね、うん、酸素だったら実力でいけますよ。おっと、いきなり脳天ぶち抜かれて、テシテシテ、ナイス、あ、これいけるかも、そのまま。両手ぶち抜きに効いた。ナイス、うまっ、うまっ、何それ。出た、あ、気をつけて、将軍から学んだやつ。いや、将軍さんでもできないかも、今の瞬間だけで。今光ってるから、ナイス、うまい、なんか確かに、2キーってありかも、実際の話。いや、そうなんだよ、これね、使えるかどうかじゃなくて、あのコンピューター相手っていうのを考えると、確かに、でも、ごめん、うまい。いや、でも生きてる生きてる、ナイス、ここでリード取ろう。ナイスナイス、進化それでいい。え、でもわこれこめっちゃ硬くやっていい。キモいよ、いいよいいよ、キモ、キモくない、キモくない、キモいけどいい、マジで。214%とかいって撃墜拒否、素晴らしいです。まあ、じゃあ一応使ったキャラはもう同じのはなしにするか。ああ、そうしよう、うん、そうしよう、さすがに3人で。シゴリとも、シゴリとも、マジキモいけどいいもん、ほんとに。全然キモくない、これはもうキモぐらいでいこう、そこは、うん、
キモければキモいほど嬉しい。俺これ正直次俺負けそうだなって思ってます。キモければキモいほど嬉しいんだ、うん、じゃあ喜ばせようぜ、再活動。あれ進化がマジ参考なるな。いやそうだよ、飛び道具が効くんだよ。サムスとかなんか上手い進化、普通に余計勝ってるわ。なんかすごい崖際になんか置いたりして。あー逆転だったら今結構良かった。いやいや、だいぶ差ついてる。ナイス。いやいやいい、仕掛ければ仕掛けるほど当たってるわ。マジで硬い。マジでそうね、なんか普通に今のも将軍でしょ、今のも将軍でしょ。いや、なんか、うん、だから戦場の戦士、自分では戦わない。戦場の戦士、まあ、戦士、うん、戦場の戦士、戦場の戦士だから、戦場の戦士、戦車戦場、やべえ、ごめん、ツッコミもない。さすが痛いの、ツッコミしてるとした。そう。バレてる。セフィロスの B 貯めたら絶対当たるっしょ。いや、じゃあ俺は、俺の本気、初めて言ったキャラ、一生懸命使うわ。よし、ちゃん大ヒーターも跳ね返してほしい。めっちゃ横 B やるやん。あー、やばい、跳ね返った。あ、やっぱそっか、コンピューターはこれうめえのか。ナイス。お弾出そう、弾出そう。でか弾、一番でかいやつ、一番でけえの。いいと思うよ。当たりは。いやー、めっちゃ嬉しい。そんなの名前つけたいんだよね、俺。なんだろ、その、ルームは。何のためにつけた。おお。これ戻れるんじゃない。無理か。いやー、道連れ、道連れ。それはすごい。これやっぱ、リードしたら道連れ、これガチだよ。そうなんだ。つかみ技だよ。えっ。うわー、でも、込めたなんか迷ったわ、やること。ナイス。コンボ習ってないコンピューターか、これ。ナイス、掴み。いやー、対策ってのがあるからね。なるほど。キャラには、キャラの。なんだよ、この動画、コンピューターレベル9と戦うだけ。俺、これ最強だと思うんだよな。うん、いや、それ突破してくる組ではいない、普通に考えて。だよね。うん。人間だから突破できてるわけで。俺、スマブラ SP で、最初に触ったキャラがクルーだったんや。初めてスマブラ SP やろうと思った時。うんうんうん。これを突破できないからコンピューターって言うわけよ。そう、これどう見てもコンピューター狩りキャラだなと思った。確かに確かに。これ、俺が負けるってことは、AI が革命を起こしたってことだよ、うん、つまり。もうガード割れんね、結構あいつ。クエンで、これ、格闘キャラはさ、あそこでクエン出せば。危ない。ではない。めえ。めえ。そう。もう一層リードは、まあ、でも、ここからす、ここからす、ここからす。見たことない。すごい。え、さあ、これ、本気で似合いました、とうとう。おふい。ほん。めっちゃかっけえ。え、なっちゃって。え、てか、リスさんどっちやっけ。ナイス。出てます、出てます。バチコリ。回避でよかった、あいつ。確かに。うまくね、ナイス。うれまじ、アスパーズキで負けると思った。ナイス、ルールでこれか、思ったより強い。上、上行くよ。クエ、クエ。でもない。やばいか、結構。ナイスイーナイス危ない。これ圧倒するとはどうですか。圧倒していいんじゃないですか。まあでも肉体乱闘になるけどね、その場合。あとレバガチャめっちゃ速いですよ、コンピューター。ちょっとなんか見せ風に行こうとしちゃってるような気持ち出てるな、なんか負けなきゃやんでもいい。なんか堅実さがちょっとなくなってる今、なんか勝てばいいですよ、全然なくなってても。おお、いいよ。いいよ、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 おお。すごい、68% コンボないっす。いや、ディーやめとこう、こいつに。やばい。ナイス。レイジ食らったら死ぬか、さすがに。死ぬね。わお、わお、わお。まあまあ、俺もさっき実装先行されましたから、気持ち上がりますね。ナイス。やめないで。早いよ。どうして早いか。相手早いから気をつけ。さあまたレイジ。いいね。食える。よし入った。ナイス。レイジが消えてこれはかなりでかい。おお。ナイス。いいよいいよいいよ。知らなきゃいい。やばい。ナイス。どうする。
パーセント溜まったら道連れ行けるね、もうナイスね。出た、その進化さん得意のナイスコンボ。ベビー締め。ダメか、タイミング合わなかった。ねえねえ、待って、いや、ちょっとこれだ。道連れもうなくなったけど、いいよ。やったー、ナイス。ベルトスいきます。正直これはね、結構強いんじゃないかな。ベルトスいいと思う。うん、弓もあるし、あのリーチもあるから、カズヤはやっぱ寄らせなきゃ勝ちなんで。なるほど、ナイス。現実に、そうそうそう、そういうポジション。よーっ、見てます。素晴らしい。おお、あー、これはグワーこれはもったいない。これは見せっぷの嵐です。お互いに見せやらです。あれ、なん、おお、うまい。消えた消えた、これでかい。よーし、危ねえ。すごい、すごい、ゴキ捨て、ゴキ捨て。てか、えぇー、あれ、その使いモーションうざくね、あれ。なんか、寄るやつ、カメラが。うざいんだけど、マジで。まあ、ムカつくよね。財布？うわー、でもよかったよかった、即死コンボじゃなかった。あ、回避で。よー、回避で、よし。結構危ない戦いしてるな。いや、そうなんだよ。あれ、確実に勝てるキャラがもう一体いるんで、その後ジョーカーです、僕は。うん、おお、これ 100% です。 100% なんですか、そいつ。ホリホリしてトロッコしたら勝ちなんで。あ、まあ、そっか。もう完全よ、国大相手に。そして、メメメメ。確かに、それも、おお、ナイス。すげえすげえ。アコーラの壁、アコーラの壁、ナイス。うまっ、いいね。で、それおお、今惜しい。あれ、メテオだよね。メテオ、うわ、やばい。負けた、負けた、レジェレジェレスさん、負ける、負けない、負けない、負ける。ダイヤモンドの武器作ろう。もうやばい、剣内。あ、レイジ剣内だ。で、絶対入んの、お前は。ナイス、トロッコ入って入れやすそう。うん、ナイス、なるべくこれ。うわー、やばい、よしよしよし。どんなズル、マジでいい、マジか、どんな小細工してもいい。う、え、うまっ、え、うまっ、え、スティーブ強いじゃん。まあ、その弱だけで負けるからな、ダメージ的に。スティーブって、ナイス、ナイス。これあります、これ S あります。ありますって、もうそれ負ける側の。ナイス。ねえ、負けねえ。負けたー。ナイスさー。ジャスがされた瞬間からめえって言ってたな。ジャスがしたら負けよ、それは。ちょうだいね。めえ、めえ。俺ガズヤ使いなんの？こうやって、あ、そう、そう、斜めのところで、はい、これです、財布。俺なりの財布はこれ。おお、いけそうだわ。いや、これは真下までちゃんとスティックをやれば出るわ。こうやって。おお、じゃあいけそうだわ。こうか。うまっ。今コンボカウンター回ってるよ。まあいいや、もう行くわ。いける？いや、いけるでしょ。じゃあそれで財布、ウエスマでストック奪ったら、俺の、俺は数扱いになったってことに。なってるでしょ、それは。うん。S49 です。いや、まずこれコツは相手をイライラさせることだ。S49 歳イライラしません、そう簡単には。49歳なので。やばい、危ない、イライラさせられる。20ですか、やっぱネスだね、一撃で。一回レースで倒しようか。49歳よ、このキャラ。本当に49歳これ。え、届かないかった。やばい、です。49歳強いです。ナイスナイスナイス。そのなんか、ちょっとカズヤ、いやーカズヤなんか遅すぎて、これ動きづれ、避けるのむずいって言うわ。また BK ファイヤーをこすり続けていきます。このガキ、お母さんからその後強いよって予想されてるのか。PK サンダー決まっていきます。まあ、やっぱり1回川田メイ本名です。いや、セフィロスもガキキャラですよ。
さあ、女の子です、今回の相手。今のは今のは雷神拳です。コマンド一緒なのよ。ナイス。ああ惜しい。風神拳。財布からのウエスマが入れば死にそうですけど、これは、うん、これは死ぬと思う。そっか、こっちも。うわぁ、気になる。キグジョリー連発するわ。女の子にしたらなかなかやるな、こいつ。あ、頭出る、それすげえ、それに合わせたら天才。おっナイス。エースが熱だよ。熱だよ。熱だよ。なあ、やりました。じゃあ、チャレンジ成功。じゃあ、もう考えたらもう回らせていただきました、今。このままビッグにしようか、これ。じゃあ、まずカーナメインに勝って、それでも確定しよう。財布をお見舞いしたって。いや、いや、マジバスター。財布受けウエスマ、バスターされましたね。でそれ風扱いとして、もう財布からの確定ウエスマ、まあ、あれできたら普通に強いよな。まあ、じゃあ最後頂上決戦いきますか。 S さん VS CP レベル級カズヤ、勝てますよね。カズヤ対カズヤってこと。そういいよ。それは厳しいね。いいよ。それは厳しいね。いいよ。それは厳しいね。絶対勝てないですけどね。やります。絶対勝てないじゃない。絶対勝てない、これは。普通に使えるキャラで勝てないんだから。じゃあ、カズヤの勝ちということで。じゃあ、ということで、財布ウエスマ決められた人、ヤバいバトルが始まります。財布ウエスマ決まったらヤバいバトルね。うん、それ決まったらヤバいでしょ。え、死ぬの俺って、ゴミなのに。まずビームが一番うざいと分かれ。そして俺の立ち回りは弱が最強と分かれ。確かに確かに、弱弱マジなの。だってこれが最強なんで。うわぁ、うわぁ、俺はカズヤ使い。ここを抜けて。よし、まだ栄養してる俺ら。で終わらせ、これで財布イメージはできるから、誰かどっちか、おかしいか。これどういう状態なのこれ。おお。逆に繋がらないんだよ、これ。え、財布ってもう240じゃん、繋がんない。わかんない、繋がんなそうじゃない。いや、ビッグチャンスだったんだ。あ、くそ。いや、なんか焦ると出ないね、これ。あ、いって。あー、雷神拳だ、危ねえ。やばい。おおっ。あー、食べなかったから。危ねえ、お前より危ねえ。お前より何。危ねえ。あ、今入ったのに。あー、危ねえ、ナイスです、ね、あー、うまい。確定はしてた、でもパーセントだね。いや、うまいね。俺あれ一回だけやりたかったんだよね。めっちゃムカつかそれ。正解。今間に S がいたから入んなかった。そうかもね。なるほど。今の方再活か。うわあ、気持ちいい。Oh,